どうもブラッシュアップ関西に出演が決まりました栗田博樹と申します、よろしくお願いします、今回は、12日の、方に大阪城野外音楽堂の方で、アコースティックステージで、演奏させていただきます。普段はあの小さいライブバーなどで活動してまして、今回はご縁がありまして、こういう大きな場所で演奏させていただくことになりました。私のことも知らない方も、初めて聞く方もぜひ演奏、僕の歌声など聞いていただけたらと思いますので、たくさんのご来場お待ちしております。当日は精一杯自分のギターなり歌なりを、野外音楽堂に響かせたいと思ってますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。どうもありがとうございます。